クレイグ・ジョージ・キャスカートは、北、アイルランド・ベルファスト出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表、ワトホード FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。2005年7月に練習生として、マンチェスター・ユナイテッド FC に入団し、2006年2月の17歳の誕生日に、プロ契約を結んだ。2007年3月、FA カップ6回戦のミドルズブラ FC 戦で、 初めてトップチームのベンチに座った。同月、ネマニアビリッジの負傷離脱に伴い、正式にトップチームに昇格。しかしその後はレンタル移籍を繰り返し、2010年8月にブラックプール FC に放出された。マンチェスターユナイテッドには4シーズン在籍したものの、トップチームの試合に出場することはついになかった。2014年6月、 ワトホード FC にフリーで加入。翌7月に正式に入団した。U-17 世代から北アイルランド代表に選出されており、UEFAU-17 欧州選手権2006予選に参加した。2009年5月に A 代表の招集を初めて受けたが、6月6日のイタリア代表との親善試合では、出場機会はなかった。2010年9月3日に、 マリーボルで開催されたスロベニア代表との試合で初キャップ。負傷したジョニー・エヴァンズに代わり出場すると随所で高パフォーマンスを披露し、コリー・エヴァンスの決勝ゴールを演出した。ありがとうございます。